カメラを変えたいと思っている君にお話しします。いいところ悪いところ話します。ほい、みんなおはよう、つづらフィルムです。今日の動画はですね、α7-3 とか ZV-10 を使ってる人ですね、これからねステップアップして新しいねこういう α7S3、 それから今使ってる α7-4 とかにね買い替えたいなって思ってる人に向けて、僕がね現に変えてみて良かった点だとか気になった点みたいのをお話しして、君が新しくね買い替えられるように鼓舞しようかなっていうふうに思います。それじゃあ行ってみましょう。スズラフィルム。はい、それじゃあね、今ねカメラを買い替えたい君に鼓舞していく動画を撮っていくんだが、僕もね現にね α7-3 をね2年くらいねキットレンズとともにね使ってきました。写真も撮っていたし、動画もねキットレンズだけで撮ってたりだとかして、トータルで2年くらい、3年は経たないくらいかな、使ってたんだけども、もうね α7-3 もねだいぶ古くなってきたから、こう α7 シリーズだったらね、α7S3 だったり α7-4 にね買い替えたんなーってずっとね思ってると思うんだけども、今回はねそういう人に向けてね、こうね買い替えられずにいる君に、こう良かった点と、あとは気になった点みたいのをねお話ししようかなっていうふうに思います。短期的中長期的にね買い替えて良かった点みたいのをねお話ししていくね。それじゃあねもう早速話していくんだけどもね、まずねこう新しく α7-3 から α7-4 とか S3 ね上位モデルに買い替えられない君の一番の悩みはきっとお金だと思う。高いんだよソニーのカメラって。 α7S3 にしろ α7-4 にしろ、こうねやっぱ素人が買えるね値段設定じゃないんだよ。だからねこう一番の悩みはお金だと思うんだけども、実際にね僕もね α7-3 を使っていて、こうね高いカメラを買ってみて本当にねいいんだろうかってたくさん悩んだんだけど、今回は変えてみてねファーストインプレッション、こうまずねいいなっていうふうに思ったねところをねお話ししていくとね、何個かある、3つくらいあるんだけども、1つ目はねやっぱりね、なんだろうな、こうドット数、こう α7-3 と α7S3、 それから α7-4 とかはこうファインダーとこうモニターのねドット数がね全然違うんだ。本当にね見た時にね綺麗になってるから、 α7-3 から買い替えてこう写真を撮ろうかなっていうふうに思った時に本当に感動した。これはねなんだろうな、画素数とかで言ったらね S3 は1210万画素だから α7-3 の方がいいはずなんだが、こうファインダーで見た時、こうモニターで見た時の写真動画の綺麗さは本当にすごい。なんかね単純にこう撮りに行くのが楽しいっていう風になりましたね。α7S3 だったらこのファインダーは144ドットかな、このね、ディスプレイもそうなんだよね。こう、α7-3 を使っていたときはさ、もう外でね、撮ってたりだとかしてさ、こう、なんかうまく撮れてないなっていうふうに思ったりだとか、うまく撮ってよっしゃって思ってさ、家に帰ってきてね、パソコンに映してみたときに、あれ？なんか全然思ったのと違うみたいなこと多くなかった？僕はそうだったんだけども、こうちょっとね、げんなりしちゃったことが多かったんだけども、この S3 だとか α7-4 に変えてみて、やっぱりね、こうね、ディスプレイで見た時とパソコンで見た時とのね、差がすごくね、少なかったですね。本当にね、こうディスプレイで見た時から綺麗だから、本当にね、こうズレがないというか、そこがまず初め、一つ目として良かったなっていう点ですね。スズラフィルム。で、二つ目はね、もうバリーアングル。これはね、ほんと僕はね、バリーアングル大嫌いだったんだよ。なんかバリーアングルってさ、ちょっとね、好きになれなかったんだよ。α7-3 だとさ、こういうのじゃない。だけどね、こう、特に縦構図で撮るときとかね、バリーアングルね、もう超いいよ。こう僕はこう下に舐めるように撮るのが好きだから、もうね、場所を選ばずね、を撮ることができるから、これは本当にいいね。動画においても写真においても素晴らしくいいですね。
もうなんかアルファ7-3ってさ、こうクワン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 ってなってるからさ、もっとこれいけっていうふうに思わなかった、僕は思ったんだよね。これがね、なんかバリアングルすごいなっていうふうに思いました。ちょっと感情的になってるから伝わりづらいかもしれないけど、あとはこうね、 Vlog とか今流行ってるけどさ、やっぱりね、こう自撮りできるのってモニターでね見えるのってすごいよ。僕も YouTube 始めた時は α7-3 でやってたから、こう後ろが見えなくて携帯につないでね、こう見てたんだけども、やっぱりね、こうリアルでね、こう撮ってる姿を見れるっていうのはすごくいいですね。バリアングルの素晴らしさですね。リアルタイムで自分がどう喋ってるかとか、どの位置かいるかみたいなの見えるからすごくいいですね。あとね、三つ目何話そうとしたんだっけな。三つ目は、なんだっけ三つ目ちょっと忘れちゃったな、なんだっけでもね、三つ目は、こう写真と動画とかをね、どっちもやりたい人は、こう S3 であったりだとか、α7-4 にね、変えるのは本当におすすめですね。僕も写真だけじゃなくって、動画をね、ずっとね、こう α7-3 とキットレンズだけで撮り続けていて、こう僕のね、YouTube の下の方にね、いっぱいね、キットレンズだけで撮った映像とかあるからね、見比べてほしいんだけど、今の映像と。やっぱりかなり綺麗。S3 だとね、もう 4K の 120p スーパースローモーションで撮れるから、これ初めてね、撮れた時、本当に感動した。もう綺麗よ、本当に。すごい綺麗。あとはね、α7S3 とね、α7-4 はね、こう、手ブレ補正。そうだ、三つ目手ブレ補正だ。そう、手ブレ補正がすごいんだよ。こうね、今ってね、ジンバル使わなくても、α7S3、α7-4 とかね、あと純正のね、レンズとかだったら、こう歩いて撮ってもね、全然ブレないのよ。これがすごいの。アクティブ手ブレ補正っていう機能がついててね、本当にブレないから、これはすごいなっていうふうに思いましたね。こう Vlog とか撮りたい人はね、こうジンバルとかつけなくてもアクティブ手ブレ補正がついてるからね、これは本当にね、感動した。このね、3つですね、ファインダー、モニターと、あとはバリアングルと、あとはなんだっけ、アクティブ手ブレ補正そう、3つ、アクティブ手ブレ補正は、これは本当にね、ファーストインプレッションとしてね、感動したもの一つでもありますね。で、あとはね、長期的に使ってみて思ったのは、α7S3 においてはもうね、今言ったけど、スーパースローモーション。これは本当にすごいよ。こうね、α7-3 だと 4K も確か 30p くらいしか撮れないと思うんだけども、 S3 になったらもう 120p 撮れるから、こうこれは本当にね、すごく素敵。重いけどね、データとか。あと暗所にめちゃめちゃ強い。これは動画だけじゃなくて写真においてもだけど、もう真っ暗なところで写真撮っても全然ノイズが入らない。 S3 は本当にね、動画においては最強ですね。あとは僕はね、映像やらないよ、写真だけやりたいんだよ、でもね、 R シリーズまではちょっとなって人は、もうね、 α7-4 をね、おすすめします。これはね、3300万画素で、 α7-3 は2400万画素くらいだったと思うんだけども、やっぱり画素数も上がっているし、実際撮った絵がね、すごく綺麗。そしてね、 α7-4 はね、 4K120p は撮れないんだけど、 4K ね、60p までは撮れますね。ちょっとクロップされちゃうけどね。だからね、こう写真もやりつつね、動画にもちょっとね、興味あるよっていう人は α7-4 でね、いいと思いますね。ただね、α7-4 に変えてみてね、まあ、S3 も持ってるからかもしれないけど、α7-4 は一応ベーシックモデルっていうところのラインナップにあるからか、僕はね、使ってるうちにステップアップしたくなるかなっていうふうに思いました。っていうのも、写真も3300万画素なんだけど、R シリーズとかね、α9 とか α1 とかには当然かなわないから、こうね、全然携帯とかで見れば綺麗なんだけど、拡大してみたにするとね、わかるけどね、もうちょっと欲しいっていう風になると思う。
あと動画においてもだけど 4K60p もねこうクロップされちゃうから画角がね、狭くなっちゃうし、もっとねスローモーションで撮りたいよっていう人はこう S3 とかにね絶対変えたくなるからね、こう高望みしない人はねこう α7-4 でいいと思うんだけど、僕みたいな人だったらちょっとねどっちつかずだからねこう変えたくなるのかなっていう風なのは α7-4 を使っての感想ですね。 α7S3 においてはまあ写真も一緒にやるなら画素数上げてくれたらなってくらいで、正直これに不満はあんまりない。動画においてはすごい。あとはねまた α7-4 の話に戻るけど、この α7-4 のね 24p はねこう 7k からのオーバーサンプリングって言って、まあいわばね 4k でもすごく綺麗に撮れる 4k だからね、本当に YouTube だとかで使いたい人はね α7S3 よりも α7-4 の方がいいと思う。あとはなんか美肌モードって言って、こう人の肌をねすごく綺麗に写してくれるんだよね。 α7S3 にはない機能だから、これは本当に素敵だよ。あと美肌モードで思い出したけど、それとは別なんだけども、動画においてもねピクチャープロファイル11っていう S シネトーンっていうのがねあって、人の肌をねすごく綺麗に写してくれる動画の設定なんだけども、 α7-3 にはないそういう機能が α7-4 であったり α7-S3 についてるから、動画やりたいよっていう人はこうね2つのどっちかに変えてもいいのかなっていうふうに思いますね。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね早口で話しているし、二転三転してね行ったり戻ったりしてるからね伝わりづらい部分あるかと思うけどね、ちょっと許してくれ、今回アドリブで話しているんだでもやっぱり α7-4 とか α7S3 ってすごい高いからさ、なかなか踏ん切りつかないのもねわかる、すごくわかる、僕もずっとそうだったんだけども、だけどさほら悩んでるこの期間がすごいもったいないから、いつかね買えるんだったら今買えちゃって、この悩んでいたはずの時間をこうね素敵な体験に変えて楽しむっていうのもね僕の考え一つの手かなっていうふうに思いますね。ただね動画とかやらない人だったらね全然今 α7-3 でも現状戦えるしいいなっていうふうに思うよ。だからねまあ待ちでもいいのかな。あとフルサイズにこだわりがないならね全然 ZV-E10 もねいいと思うよ本当に。だってさまあフルサイズとか言ってもねあんまり今わからないからね、今見る媒体っていうのは携帯だからさ、こう大きく引き伸ばしたりみたいのも少ないから、 ZV-E10 とかだったらほら今 Amazon で見たけど13万くらいでねレンズキットが買えるから、手軽に始めたいなとかね思う人はねそれ買ってもいいかなっていうふうに思います。今回は僕が α7-3 をもう 2,3 年使ってみて、こう α7S3 それから α7-4 にね変えてみたこう感想みたいのをね話してみました。僕がね α7-3 とねキットレンズだけで撮った映像だとか写真だとかもう過去の動画に下の方に埋まってるからね、ぜひね今のね動画と見比べてみてください。それじゃあねまた別の動画で会おう。バイバイ。じゃあね。You know you better